不要なものはすぐに処分しな。分解できました。バラバラになっちゃったね。分解できました。ちょっともったいなかったかな。分解できました。手持ちに余裕ができましたね。バラバラになっちゃったね。ちゃんとできたみたいですね。バラバラになっちゃったね。ちゃんとできたみたいですね。ちょっともったいなかったかな。分解、分解、分解できました。ちゃんとできたみたいですね。分解できました。分解できました。分解できました。分解したよ。ちゃんとできたみたいです。分解、ちょっともったいなかったかな。バラバラになっちゃったね。分解できました。分解、不要なものはすぐに処分しないと。手持ちに余裕ができました。分解したよ。ちゃんとできたみたいですね。分解できました。分解、ちゃんとできたみたいですね。分解できました。分解したよ。ちょっともったいなかったかな。ちゃんとできたみたいですね。バラバラになっちゃったね。ちょっともったいなかったかな。ちょっともったいなかったか。ちゃんとできたみたいです。バラバラになっちゃったね。分解、分解したよ。分解、不要なものはすぐに処分。手持ちに余裕ができました。手持ちに余裕ができました。分解したよ。ちゃんとできたみたい。ちょっともったいなく。分解、不要なものはすぐに処分しないと。分解、分解できました。分解したよ。分解、分解、バラバラになっちゃったね。分解したよ。分解したよ。ちょっともったいなかった。ちょっともったいなかった。バラバラになっちゃったね。ちゃんとできたみたいですね。バラバラになっちゃったね。分解したよ。不要なものはすぐに処分。手持ちに余裕ができ。分解したよ。分解できました。手持ちに余裕。分解できました。分解できました。バラバラになっちゃったね。ちゃんとできたみたいです。ちょっともったいなかった。ちょっともったいな。手持ちに余裕ができます。手持ちに余裕ができます。分解したよ。私たちに文句言ってるくせに。それはまだ足が。そのアリアちゃん何もしないって言ってたのに。嘘だったんだよね。昨日の今日でいきなりこんな。信じる方がどうかしています。彼女はビープなんですから。そうかなあ。私たちに嘘ついても意味ないと思うんだけど。油断させるためとかいろいろあるでしょう。なんか違う気がする。納得いかない。そうかな。そう言われたらそんな気も。
得しようがしまいが関係ありません。現実を見てください。でもここでああだこうだ言ってても仕方ないだろう。ほら早く行くぞ。はい、そうですね。アリアちゃんもいるのかな。さあな、行けばわかるだろう。外行くよ。やっぱ外走るの気持ちいいよね。なこっち来るな。バカ、どけ。俺が逃げらんねえだろうが。ボスだ。こっちにもマットが。だーてめえら、パニックってんじゃねえ。こういう時こそ落ち着いて。あんたも邪魔だ、どけ。てめえ、俺を誰だと思って。くそ、あいつがいねえだけでこの有様かよ。いいねいいね、みんなバタバタしちゃって。逃げろ逃げろ、逃げてくれないと面白くないし。あ、逃がしすぎちゃうのもつまんないかな。よし、そろそろ捕まえろ。うわぁ、増えやがった。やだ、うわぁ。処理捕まったぞ、今のうちに。お、おい、見捨てるのかよ。助けてくれ。揉めてる揉めてる。心配しなくてもちゃんと全員捕まえちゃうって。うわー、なんか大変なことになってる。アリアさんはいないようですね。それなら待ってて、すぐにやっつけるから。遅えんだよ、何やってんだ。お前らの仲間割れのせいでこんな目に遭ってるんだぞ。ったく、何が歌巫子だ。長いこと騙してくれやがって。騙すなんて、私たちそんな。それ以上暴言吐いてみろ。ビープの前に俺が頭かち割ってやる。それよりも避難は、ここは危険ですから。すまねえ。ほら、これ以上歌巫子の皆さんに迷惑かけんじゃねえぞ。ああ、思ったより早く来ちゃったな。どうしよっかな。ここはもういいや。別の場所で遊ぼうっと。前よりひどくなってるね。あんな言い方しなくたっていいのに。気にするな、少し混乱してるだけだろ。落ち込むのは後にしてください。今この場を収めるのが先決です。やれるか。私は平気。ほらねねちゃん、かなでこちゃんも頑張ろう。うん、なんか嫌だな。ここは私に任せてください。どうしようかな。
ことだな。攻撃を重ねていく。これは効いてるぞ。俺も行く。どうだ、全力で行くよ。どうだ、瞬く間に片付けます。
さい。ありがとう。治療を施します。元気出てきた。立て直しますよ。よかった、やられちゃったと思った。確実に仕留めに行くか。ある強力成果中頑張るよ。慎重に行動してほしいところ。
全力出ない。私すっごく弱くなってるかも。大丈夫か？私もう歌巫女やるの嫌かも。何を言ってるんですか？だって。ならなくてもいいでしょ。ネネが歌巫女嫌がってるのなんて前からなんだし。より問題です。ネネちゃん、そんなこと言わないで。頑張ってるのに、今だってすごく危なかったのに、あんな風に文句言われるし、アリアちゃんは敵になっちゃうし。うわぁ、泣かないで。もう、強化がいじめるから。私は別に、これくらいのことで泣くようでは、この先。この先なんて、あるかわからないもん。このまま全部、ビープに飲み込まれちゃって。そんなこと言っちゃダメだってば。そうだよ。私だって、我慢してるんだよ。お前でもそう思ってるのか？そりゃ思うよ。だってこんなの二人ともそんな気持ちはわかりますけど、弱音を吐いたってどうしようもないじゃないですか。はあ、参ったな。ごめんなさい、取り込み中なのは分かってるんだけど。聞いてたんですか？状況が状況だから悪く思わないで。それにゆっくりしている時間もないのよ。まだ何か？またビープが出現したわ、複数箇所に。悩む暇すら与えてくれないみたいね。複数箇所。みんなは大丈夫そう？大丈夫じゃないかもしれませんけど、行かないわけにもいかないんですよね。できるだけフォローしてあげてちょうだい。よろしくね。簡単に言ってくれるな。ったく、何がしたいんだよあいつは。ああ、遊んだ遊んだ。ちょっと一休みっと。いろいろほったらかしてきちゃったけど、まさかみんなやられちゃったりしないよね。そうなったらつまんないな。まだまだ遊び足りないし。おかえりなさい。いこう！びっくりした。いたの？あなたが出かけてからずっとここで待っていたわ。ずーっと。そうなの？全然気配を感じなかったよ。すごいね、もう完璧ビープだね。私の気配もあなたが持っていったのかしらね。そうかも。私今存在感バリバリだし。そんなことよりどういうつもり？え？何が？おぼけないで。うわ、怖っ。そんな睨まなくたっていいじゃん。ちょっと遊んできただけなのに。ビープは遊んだりしない。そ
んなこと言われても、私だってこうなりたくてなったわけじゃないのに。誰かさんのせいでさ。あ、怒った？怒っちゃった？この町は何もしなくてもビープに飲み込まれるわ。早ければ数年も経たずに。ま、そうだろうね。それまでおとなしくしてはいられない。ああ、そんなのつまんない。ああ、うわ、またにらむし、目めっちゃ怖いし。じゃあさ、待ってる間私は何をしてればいいの？だからおとなしく。やだ。もう。あ、怒った。今度こそ怒ったでしょ。この通りよ。え？お願い。だからお願い？いや、困ったな。お願いされてもな。もうわかったよ。おとなしくしてればいいんでしょ。感謝するわ。何あれ、調子狂うな。自分だって全然ビープっぽくないじゃん。でもな、もう散々やっちゃったしな。今さら手遅れだったりしないかな。
しないようにしなきゃ。私らはどんな戦いを。おお、ゴールジャンプ。失敗しないようにしなきゃ。私らはどんな戦いを見つけ。やっぱ外だ。失敗しないようにしなきゃ。私らの活躍。おお、お出かけ、お出かけ。本当にやばい。あそこ、おおら出てきましたね。やっちゃうよ。今日はどんな戦いを。あ、あそこ多分全力ジャンプ。よし、バッチリ。お出かけ、お出かけ。戦わなきゃ。やっちゃうよ。お見せよ。やっぱ外、敵さん発見だよ。いや、今日はどんな戦いよ。おーゴー、でっかいのいた。よし、これの敵はスペラに来て。さて、どうしよっかな。圧倒的破壊力。あ
私の番。この子は自分の能力が下がっていることに気づいているのか。電撃のようだ。かなでだ。これも行く。この。これも行く。不要に弱点を攻める。どうだ。行くぞ。怒った。不要に弱点を攻める。久々にやらかしたな。違うよ、私が悪いんじゃなくて。分かってる、冗談だ。笑えないよ。結構まずい感じか。はい、今くらいのビープを一人で処理できないとなると。音波だったからじゃないか。音波だからじゃない。音波ちゃんだからじゃ。みんな？あ、大丈夫だよ、冗談だから。確かに笑い事ではありません。私でもおそらく一人では無理でしたから。どれくらい持ちそうだ。そんなのわかんないよ、こんな風になったのだって初めてなのに。そりゃそうか。悪い、変なこと聞いた。早めになんとかしないとまずいのかも。お出かけ、お出かけ。
今日はどんな戦いごめん。大丈夫だよ。頑張ります。終わったよ。おし。そう、もうそんなに力が。らしいですね。その時もガクってなったけど、今はもっとっていうか、あのしおりさんもこんな風に急に。私は弱まったと感じてからはすぐだったわね。もっともあなたたちと違って人気がなくなったからという状況ではなかったから参考にはならないと思うけど。右に同じく。もう頼りになんないな。このままじゃ歌巫女できなくなっちゃうよね。そしたらこの町も。そうね、向こうは滅ぼす気満々みたいだし。だわね。地道に活動を続ければ町の人の心も少しは戻ってくるかとも思ってたけど。その活動の継続自体が困難と。どうすんのよ。どうすんのって言われても、できることなんてもう。あのもう一度アリアちゃんのとこに行こう。確かにそれ以外打つ手はないのよね。一応聞いておくけど行ってどうする？する。まだそんな中途半端な気持ちで。はいはい、ストップ。あんたら全員行くこと自体には依存ないの？まあできれば行きたくないですけど、でもじゃ、いくつか確認。最悪戦うことになる覚悟はしてるのよね？それはあんたらにその気がなくても向こうがその気ならそうなるのよ。でも次に戦うことになったとして勝てんの？雑魚のビープに苦戦するくらい弱まってんの？今ならまだ可能性はあると思います。完全に力がなくなってしまったら。勝てるよね。アリア一人なんだし、全員でギューって囲んじゃえば。それはどうかな。じゃあ最後に、勝てたとしてあいつのこと消せるの？それってつまりその。当然でしょ、あいつはビープなんだから。ビープだけどアリアちゃんだし。最悪今んとこまで覚悟が決まってないと行くだけ無駄よ。犬死にするだけだわ。それでも行くの？私は
できます。だから行きます。あなたが断言するときは大抵本心は逆なのよね。そんなことありません。私は本気です。私も行く。乙葉ちゃん本気なのか。私が聞いたこと分かった上で言ってんのよね。うん、戦いたくないし勝てるか分かんないし、アリアちゃんを消すなんて絶対できないけど行く。一つも分かってないじゃないのよ。大丈夫だよ、なんかあったらなんとかするし。なんとかって何なのよ。ダメダメ、あんたは留守番。やだ、絶対行く。一人でも行くもん。ダメって言ったらダメ。行くって言ったら行く。こんな、ああそう、だったら勝手にしなさい。勝手に犬死んできなさいよ、バーカバーカ。あ、怒らせちゃった。気にすることないよ、桃香さんが怒るのはいつものことだから。珍しく真面目だったのに最後はいつものちみっこだったね。まあ、あの子なりに本気で心配してたんでしょうけど。結局場を混乱させただけだったわね。でどうするの。私は行きます。一人でも。みんなで行こうよね。もちろん私は行くよ。みんなが行くなら私も。お前らだけに行かせるわけにはいかないしな。私としては中途半端な気持ちでついてこられるのは迷惑ですけれど。うぐ、いざとなったら心を決めてください。それだけは強くお願いしておきます。